おはようございます。録音されていますね、はい、先ほど見てもらったあの、あ、別動画になってるかな、まえさんという女性 YouTuber の方の動画なんです。これですね、これライライってうまから麺から辛さマックス、これがですね、なぜか激辛チリスパイスを入れると辛くなくなるということで、まあ音声聞こえると思うんですね。ちょっと不思議だなと思って、ちょっと検証していきたいと思います。でも美味しい、まあ、単に辛いの食べる口実ですよね。あ、私昨日の朝夜勤の後ですね、ヘトヘトで、今日曜日の朝5時半なんですけど、やっとこう疲れが取れて、今落ちてる髪の毛とかもサボサでね、まあ、でも久しぶりにあのお酒飲まない休肝日にしたらやっぱり調子いいですね、ということで、まずは今お湯入れてちょうど5分になったので、普通にですね、作って、食べてみたいと思います。あのラーメンはね、私中性脂肪も高いので、お医者さんあまり食べるんですけど、特にスープはダメって言うんですよね。でもカプサイシンが入ってるのはまあいいっていうのをインターネットに書いてあったんで、まあ勝手に解釈して、辛いのはいい、もう自分の解釈ですね。いただきます。ああ、ほら、このスパイスを入れる前で、まあ、すると蒸せますけどね、普通に感じる分には、ああ、これ本当に美味しい辛さ、名前の通りですね、うま辛麺ですね。で、こうスーッと蒸せるんですね。食べ方が汚いですけど、吸わないでゆっくり食べていくこともない。まあ美味しいですね、辛いけど美味しい。で、今回の、不思議な、まえさんのところですね、これを入れたら辛くなくなったっていう。で、はい、YouTuber のまえさんは心配されてるのは、自分の味覚がおかしくなったんじゃないかっておっしゃるんですね。もう、そうじゃないと思うんですけどね。まあ、でも、激辛スパイス、まずは入れずにお召し上がりくださいって書いてある。だから普通にこっちを入れれば辛いと思うじゃないですか。ここに彼女はスープの中にこれを入れると、私はこう麺に直接こうかけてですね、見えますかね、この中で、これで違う検証していきます、見たいと思います。これですね。あの、まりさん、今横で、あの、パソコンで、まりさんの動画流れてるんですけど、これを入れたら、辛くなくなったっておっしゃったんですけど、味覚おかしいです。これ、これをですね、麺の上に直接乗せるってよくわかります。激辛スパイスです、これ。はい。まあ、
験証があったので、これメスープに入れちゃいますよね。うわ、これは確かに、あの前さんおっしゃってるように、いろいろ辛いもの召し上がってる方なんで、どうしようかな、なんかやり方わからないけど、わかれば、まあ彼女の了解をもらってますので、URL ね貼り付けようかなと思ってますけど、彼女の動画を見てみると本当に辛いもの好きで食べられてるんですけど、その中でもこれは辛いと、ああいうぐらい本当に辛いですね。うん、でもまあ美味しいですよ。うん、ファミマ限定で216円。うん、辛いもの好きな人はどうぞ食べてみて。あまりすすらない方がいいですね。あ、ちょっと今度はね、前さんのやっぱり小さなお子さんいる主婦なので、雑談動画、家事でこだわってることなどとか、あとお化粧とかね、はい、素敵な若い奥さんの生活の紹介、本当が多いんだけど、まあ辛いものも好きで、ね、よく食べられてるんですけど、すごいですよ。女性 YouTuber って大体こう辛いものは、あ、もういいってギブする人多いんですけど、彼女は完食してないの見たことないですね。うん、まあ、全部はまだ見てないんですけど、すごい人ですよ。いやでも辛いもの好きにはこうたまんないですね。うん、ちょっとこう中をお見せできないんで、こうザッ